ス入ります。おお、なんか楽しんどるわ。行くぜ、今日2回目やるぞ。はい、抽選です。抽選参加人数が170名様くらい。僕は初めて来るホールだね。朝ホックとしたいね。やりましょうか。おはようございます、よろしくお願いします。それお、ええやん、めっちゃええやん。ありがとうございます、勝ちました。20番、よし行くぜ。20番、業界屈指のパチ屋併設店、ご飯時うめんだよな。いきます。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いします。入場マナーがよろしい、誰も抜かさない、素晴らしい。さあみんなが行く方に行けば僕が打ちたい台あるはずです。おーっと、こっちの北斗でいいの、ここにしよう怖いから、奥まで行くの怖いから、この北斗の拳にしました、よろしくお願いします。はい、おはようございます、私セブンズ TV メンバー人間体感機ワロスです。本日は埼玉県川口市にございますマルハン川口店にてワロスの俺打ち。俺打ちとは、俺湯の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。で、朝一取った台はスマスロー北斗の剣打っていきたいと思います。朝から打つのは3回目かな。で、前回打った時がほぼ閉店まで打ちまして、初当たりが23回かな。平均レンチャン 2. いくつぶっ壊してやろうかと思った。その日湯浅1回だけ、なめとんのかと。で、 V ストックさんの1回だけ、なめとんのかと。その日1日打って BB5 のこのセリフ1回しか高設定した弱出なかったから、まあ、間違いなく1なんだ。さすがに今日はね、1以外を打ちたいね。ちなみに北斗の剣取れなかったらゴブリンスレイヤー打とうと思ってて、再生率の待ち時間ゴブリンスレイヤーの動画で勉強しました。まあ、もし低設定ってなったらゴブリンスレイヤーゴブスレ打ってもいいかなとは思ってます。やべえ、ラッキーチェリー、しかも指ばきもらったね。第3停止びっくりした。 OS1 買いたいな。僕最近まで佐渡島の収録行ってまして、でそのちょっと前からずっと胃が痛いんですよ。おそらく暴飲暴食がたたってるんだけど、胃も痛いし、エアホッケーってわかる、まあ、エアホッケーっていうゲーセンにあるゲームがあるんだけど、あのホッケーのディスクがこの爪に直撃して割れたかと思うぐらい痛くて、で打ち身になったんだけど、スロット打つのも痛いし、トイレでうんこして拭くのも痛いし、ね、僕の生活基本的にスロットとうんこしかしてないのに、そのね、生活のメイン2つを脅かすこの痛み、ほんと困ってる。皆さんもね、あまり機会はないと思うけど、エアホッケーやるときは気をつけて、マジで痛いから。待って、これ当たんない？待て待て待て、朝一2連続中断チリ外れ、痛いね。さあ人じゃねえか。4回目の中断チリ、もういいでしょう、さすがにね。また失敗してるわ。もう次の中断チリ、もうねじるわ、ねじったるわマジ。焦げつくまで、はい、ねじるぞ、こすりつける、よし、今の摩擦はえぐいぞ。だらぞ、
1万7000円投資、なんとか2万円以内で当たってくれました。いけ、またこする、こすったら当たったから、いけ、いい湯気だ。まずは V ストップを目指して打っていきます。あれあれ、それマジ100円、これもらった、割れたな。ウイーグル 50% いくぜ、ナビなし。もうやめてよ、シローラはあそこやらないと。いきます、最低継続率 66% あるから、そんな簡単には終わらない。流れているでしょう。よし、ナイスピー、ジャックピー、ナイス、蹴りパンチ、豪勝波。なるほどね、豪勝波受けた後のリンがたまらねえんだ。それ一人じゃないよケンシロウ、仲間がいるんだから。あー、蹴りに戻ったね、クモーだ、まずい。豪勝波を乗り越えたお前ならいけるはずだケンシロウ、見せてみろ。いやもう実だ、大事なのがこの後の挙動、天国におるかっていうところ。チャンスね、多分天国。はい、ランプ矛盾発生しております。さっきのチャンス目でぶっ刺しておいてほしいけど、よーし、天国中のチャンス目で当たりました。125ゲーム、また湯気また似たような4連だわ。リンちゃんカモン、おい、初めて聞いた、こう設定したジャック、ポジティブに捉えよう。あー、ラオウ88ゲーム早いね。ここでチェリーどうだ、ハド、はい、おい緑、いいんじゃないの。流れました、岩下、ナイス、たまらないね。もう今作はね、5連から流れるからいいね、いっぱい聞けちゃう。うーわ、 66% ではない、 79% 以上で、こんなん負けねえぞ。あ、タフボーイチャンスだったわ。あ、あ、あ、素晴らしいね、タフボーイ流れなくても足出しちゃうケンシロウ、エロいよ、いくぞ、大好きなタフボーイ流れない、これピンチか、きてない、た、これマジやばいな、みかんの予感、柑橘くせえと思ったわ、立ったら伝説だよな、きついか、さすがにもうみかん汁入ったもんね最後。はい、900枚ね、頼む、しゃ、しゃ、え、素晴らしい、左となり虹トロでした。俺もやっちゃうかこれ、よわっしゃ、完全に天国でした。これはまずいでしょ、67枚、セリフったら何パーだろうな、俺いけると思ってんだよな、せーの、いい加減にしろ、流星、この台が本当に楽しいのか怪しくなってきた。おもんないて、
あんまり良くないです。いや、めちゃくちゃ面白い騎士です。メーカーの人が来た。いらんこと言ってないよな俺な。言ってるはずかね。もうないって。マジこのスイカで当たっちゃうの。もういい台じゃん。忖度なしにさ行こうや。いい台じゃん。青じゃん。立たないとそこは。もういいて、うん、この飛行ではないらしい。え、こう設定した今日確定ではない。あ、もう胃が痛い。いや、もうパイオツかな。さっき来月かな AV 女優デビューしますって方が遊びに来てくれて、しっかり名前聞いといた。会いに来た人のそのセクシー動画、セクシー動画っていうのかな、セクシー映像見てるってさ、なんか約束だよね。もうずっとなんかね、黄色と青の交互。ルル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 キャッスルつけて変わってる。マジこれバカバカだね。来月デビューって言ってたかなその子。熟女系らしいんだけど、パッと見た感じは熟女っぽさなかった。もう名前知ってっからね、来月になったら検索するわ。で見て言わさせるわ。うわロッシャー。雲流れ高速 79% 以上。たまんねえマジ。やっと始まったわ。ガチで頼む、本当に頼む。凛ちゃんバカたる、うん、この飛行ではないらしい。いやもうこんな初当たり良ければ植えないよ。もう五六角の方よりも六角の方よりも当たってるわこれ。いや正直ね、俺が言うのもなんだけど、無双転生チャンスがない北斗動画終わってるよ。スタート地点そこで初めて。なんかそのセクシー女優になる方の差し入れパッて見たら、これ肩こりとかに効くやつじゃない。やってみようかな。高みを目指す部活生アスリート、そんな人を支えるためのサポートギア。え、構わん。よし最後に当たった。じゃあこれつけちゃおうか。スコアとタイムを上げたい方におすすめだって。エクストリームギアつけたいと思います。つけました、エクストリームギア。多分肌についてないと意味ないと思うんで、はい、つけました。エクストリームギア早速試してみよう。案件じゃないぞ。ただ自分を変えたい。マジで肩ほぐれるらしいよ。待て待て、エクストリームギア待て待て。そうか、これちょっとエクストリームギア怖いんだが、外した方がいいのか。やるしかねえか、ここしかねえよな。変わってえな、このスパーンってやつな。いくぞ。もちろんレインボーだろうな、エクストリームギア。なぜ青。肩の力を抜いて20連30連目指していきたいと思います。よろしくお願いします。 84% 89% 確定かな、どっちか。名前本当にエクストリームギアか、はい、エクストリームパフォーマンスギアいきます。まあ、単発で終わるはずはない。何せエクストリームパフォーマンスギアをつけているから
さすがにな。エクストリー立つわな。いいぞ。よし、おしゃべりなほどいいからな。これ多分継続率したらよな。タカ豪昌波来ると思わんかったわ。立て、マジこのチャンス逃したら終わりだ。頼む、危ない、なんて危ない台だ。またみかん、2年みかん、本当にやばい。あーもう無理だ、怖すぎる。頼む、危ない、なんて危ない台だ。また言ってる俺、危ない台だって。やりやす、汚い噂。豪昌波立ち上がり、ナイス。はい、今日最高連チャンかな。タクボーイかー、気持ちいい。これだ北斗の剣は。待って、百裂剣見てるぞ。ヒットの瞬間踊るね。うわよ、処理遅れ、処理遅れは初めて見ました。最高、長いな、地面見る時間長いんだ。はい、10連目、さあピエロの時間だよ。カモン、流れないけどチャンスアップ。メイヘラ腰出したぞ。よくできた、よくできた弟だ。よしよしよし、ナイス一世、いいぞ、ナイス一世。まあラッキー、これは 89% に。ああ、これは無双転生トキ、これ絶対に継続率上がったやん。何このクソおもろい台、かっこよ。絶対 84% が 89% に勝ち上がったわ。やばー、飛んで、え、ごめん、これ抽選してるの、無双転生チャンス、これ抽選してるの、わかんない、もう5択はいいわ、殴り合いだから。よし、時間かかったな、8時前絶対成功する。まあ、白バー揃えば最強モード行くんだけど、まあ揃わんのよ、まあ揃わん。中段チェリーとか引かんと無理で、これ突破すると無双転生バトルに入って継続率が 94% 最強マッチ。いけよ、使うか、使わねえって決めたけど、いいだけは自分、いいだけは自分。よし、いい時の自分でカットインすらなかったね。いいよ、今日寝る前に、あ、いい時の自分使わなかったなって、寝るよりかは使った方がいいから、後悔しちゃうから。はい、チューチェリー、しんちゃん、あ、きっとベル2回だよ。シャオするか、共闘が始まった。でも北斗神拳に2対1の戦いはないから。よし、やったれ、これ倒しておかねばならん。ならん、ラオウだ、豪昌波打ってこい、豪昌波来た、豪昌波、これ同じじゃない、やば、これ復活して装填するわ、レイが。なんだこの展開、倒れるよこれさ、やば、この画面で意味分かっちゃう人、打ちすぎ北斗、いくよ、いくよ、マミヤ、え、妹じゃないけど、昇天した時は妹が出てきて復活して昇天エピソード言ったんだけど、え、これちょっとマミヤだから弱いってことない、平気、
隣と違うんだが、隣はやっぱ妹来たもんな。学んだな、スマスの北斗の剣学んだな、勉強会だこれ。見たかった見たかった。俺ちね、ピエロカモン来ない。ピエロがだいぶ遅い。なのにケンシロウの足が出てくると。さあピエロ流そっか、行け。おい来た、このギターだよな、チョキチョーみたいな。かっこいいな、曲とのマッチングやばいよな。もう怖くないよ、あと4連でいいんだよな。くやばい、ちょっとネックレス握って、よろしくない。なんだこのネックレスは、ゴーソーはかわすのか。やばい、ネックレスをもらっちまった。いやこんなオカルト20年前にもあったよね、めっちゃ売られとったよね、商店リングとかあったよね。はい、来たな、シン、アンダレもいいよ。あれサウザー、アンダレもいいよ。え、どんどん格上がっている。ウィーグル、あんたか、ここから入れるかと。ジャキ様が、おい、お前と、これは嘘だって、綺麗なんだ。え、次誰くんの、アミーバー、えぐー。いやもう、これ待って、2人来るんじゃない。マジやがってに、絶対に強打するわ。次の画面でレイとトキいる可能性ある。ギボシ、でもさ、本前兆中に集団チェリー、これか。別にトキは関係ねえか。しかし焦点寸前でこの V ストックでかい。さあどんなバトルが見えるか。はい、レイ・チャールズ必殺技でいけ。あー、これ熱いパターン、そっちか。パネル消えとる、当たったよ。無双転生チャンス入ります。おー、なんか楽しんどるわ。行くぜ、今日2回目やるぞ。え、エピソードや、来た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 、レイソーテ来たわ、やったわマジで。待て、俺がずっと見れなかったものがこのエクストリームパフォーマンスギアつけてから全部見れている。なんでだ、嘘と思う方試してみてください。無双転生チャンスプチュン、熱っ。これ写真撮りたい。なんか うわー、鳥肌、熱い、熱すぎる。忘れはせん、お前もまた良きとも真と同じく俺の中に生き続ける。熱すぎる。さあ来たぜ、初めての無双転生バトル。映像かっこよくなってんな。そうだよな、もう急激にねラオウが弱くなってっから。無双転生バトルは 94% 継続のバトルボーナスで、まあ、さっきと流れば同じなんだけど、問題なのが永遠と 94% だったら終わらんやんって思うじゃん。違うんだよね、どっかで有利期間切れるんだけど、それは液晶上は分かんない。で有利期間切れたら84% は 89% に落っこちてる、まあ、すなわちどこまで伸びちゃうか誰もわからないと。むしろどこまで伸びちゃうのかはこのストリームパフォーマンスギアしかわからない。これ突破すれば昇天確定です。昇天するよな、おれ、当たらん当たらん、おこぼすこぼす、興奮しすぎてこぼす。はい、20連でございます。あーっと、またこぼす。この瞬間気をつけて、みんなが一番油断してるから。あれ、かわいいリンちゃん、かわりん、あーいい。多分20連以降は昇天専用ムービーが出ると思うんで、バトル発展する限りは終わらないはず。
はい、2500枚突破。持ちメダルは4000枚突破しております。最高だな。久々に大勝ちしちゃうか。もうスロットの大勝ちなんか久しくしてないな。きた、最強武装転生。うわ、もうすごい。あ、これは無理よ。みんなでやってんだもん、ラオウ、これ無理よ。耐える。さあ、まだまだ戦えよ。マジかい、無双転生ボーナス。どういう抽選か分かんないけど初めて来ます。いや、引いたけど、これ V ストック。いや、バカタレ、引けんて。無双転生ボーナス中に集団手に普通引けないから。よかろうよかろう、許そう許そう。千秋様、すごい、ハピネス。はい、5000枚突破しました。ギリ万枚間に合うかっていうような時間帯バトルだよな。頼むよ。よし、多分ね、9本とだったら30連以降は大爆発ってなるけど、30連動。よし、見れっかな、大爆発。あー、来た、大激闘だ。かっこよ、この3文字でかっ。サンキュー。はい、終わるなよ。鬼強ですやん、僕だな。はい、はい、40連達成で、とっくに有力感切れてると思うんで、 84% は 89% にはもうなってます。いつこぼしてもおかしくない状態。マジで今ガムセラにケンチロウが頑張ってる。終わるなよ。よし、おらい。はい、5000枚突破、最高。ちなみに初代北斗の剣でも一撃で5000枚超えたことはないんで。耐えるね。まだ行くな、ラオウ。オッケー、行くな、ラオウ。ああ、行った。行くなって言ったのに。で、これが焦点パートなんだけど、この最中に中段地に左すると1ゲーム連するんだよね。かー、すごい映像だ。中段地で今引けないかな。最後はちゃんと空かな。北斗神拳伝承者として生きよう。いや、凄まじすぎでしょ。44連5220枚、持ちメダルは6700枚。まだ俺1ゲーム連あると思ってる。行くぞ。お前が思っているほど北斗神拳は無敵ではない。シーサージャック、もう浸ってらんないね。よし、天国っぽいところを回して終えたいと思います。いや、ちょっとね、万枚意識もしちゃってたんだけど、そらそうだよね。 89% が選ばれとったとは思うけど、まあね、平均10連って考えれば上出来ですわ。むしろ上振れ。はい、ではね、9時42分これで実践を終えたいと思います。いや、もうこのネックレス、これくれた方、来月かな、セクシー女優になって活躍してほしいね。俺もちゃんとその AV 買って昇天するわ。はい、店内状況いきます。この台が六角の北斗の剣、頭25回。隣の方もね、ずっと打たれてるんで設定あると思います。その後ろ、この方の台が5、6角出ておりまして、その隣は六角で、一番出されているこの6800枚出ている台、まあ、連チャンしちゃってるんで初当たり分かりにくいけど、まあ前台だとは思うんだよね。素晴らしい。この台が六角出ていて3000枚飲んでいる RE2 で、番長0コーナー1箱2箱絆2が4箱半で、こちらの台リゼロ初当たりが17回、間違いなく5、6と思います。で、今日正宗3が前台っぽいってことを聞いてまして、前台プラスかな。
ちょっとグラフがないから分かりにくいんだけど、キドキゴールドが前代勝ってぐらい出てるんだよな。この台46ビッグの32レギュラーエグすぎ。別ゼミ7、8箱しょったわ。なんでこんなおきどき稼働いいの。この時間に8割稼働エグすぎ。こちらのカマネリは六角出てるみたいです。今日はもう角が強いね。その2個隣、この台が5、6角出ているカバネリ。新鬼2、この台が6角かな、5箱お持ちです。隣の台も5っぽいってことをおっしゃっててやめられてるんですが、まあ当たりの数的に異常だね。またかもう回りすぎ。新鬼2前台あってもおかしくない。でこの角のバルブレイブぶちかましてますね。コンプリート19000枚。1だとほぼほぼしないんで上で間違いないと思います。多分初当たり2回かな。一瞬でぶっ壊したっぽいですね。素晴らしい。この台も六角してるみたいです。2300枚。苦しいね、まあ、こういう台もあればこういう台もあると頑張ってほしいです。でこちらのモンスターハンターアイスボーンも5、6角出ております。ただかなり苦しい台らしいです。まあ、前台あるっぽいな。この台もねやめられちゃってるけど59回当たりがついてます。はい、実戦終了、お疲れ様でした。はい、早速収支いきたいと思います。投資が17000円、回収6725枚。はい、素晴らしいね。途中ちょっとね、まああまりに単調な繰り返しで嫌だなって思ったけど、メーカーさんが来てカツを入れられてね、一生懸命作った方がいるんだから、そんなねヘイトは入っちゃいかんでね。途中からセクシー女優に来月なりますって方からね差し入れいただいて、もうつけた瞬間でしたね。もう北斗の剣がもうグンとグングンと下のせいしてくれましたね。はい、まあ、設定にも助けられたんですけど、人だね、人に一番助けられました。まあ、隣の方もねきつい展開ではあったんですけど、やっぱりね六角してる台きつい展開に見えたのに、結果的に3600枚くらい出てるから、北斗の剣の6はしっかり出ますね。だからね、まあなんだかんだパチスロ YouTube 的に単調な絵になるからあんま打たないかなって思ったけど、設定状況もいいんでゴリゴリに攻めようかなって思うような収録でした。最高だね。ああ、そんなね、もう最高実践100連チャンしようと思っている僕のスケジュール、こちら。遊びに来てくれた方には、でもそれさ高設定だからだよ、ステッカーお配りしております。ぜひご覧に来てください。といったわけで、コケバラス、もうはちゃめちゃだよ。お前もうすごいって。もうスロットやるために生まれてきてるじゃん。もしかするとなんとの血を継いでるんじゃないかって思った方は、チャンネル登録とグッド、そして Twitter フォローしていただければと思います。では今回これで終わりになります。次回もご視聴よろしくお願いします。お疲れ様でした。以上です。